さんこんにちは、こんばんは、レオでございます。ここは埼玉県の北本市、北本駅でございます。今回はね、なんでこの北本に来たかというとですね、僕ね、ここがね、出身校なんですよ、北本高校ね。で今日ね、リア友にね、お呼ばれしまして、一人ちょっと仕掛け人というか、いまして、ちょっとドッキリでね、二人ぐらいまた合流するんですけど、言ってないと、私が来るのを言ってないんですね。だからちょっとサプライズで登場してくれということでして、とりあえずこの北本、思い出のあるこの場所に降り立ったというわけです。15両編成の特別快速が出発で、まだ時間もありますので、で なんでそんな早く来たのかというとですね、それだけね、動画にするのもなんだか面白みがないなと思いまして、ちょっとね、ここ北本はですね、真横に中山道が通ってるんですね。江戸時代から続く、有名な街道道、街道道って同じこと言ってるな街道ね、有名な街道、中山道、日本橋から続き、軽井沢とか長野方面を経由、そこから京都に入る、東海道とは真逆のルート、それが中山道なんですけれども、この中山道で、いや宿場町ではないんですけれども、重要な愛の宿、それが北本だったんですね。その愛の宿の北本なんですけれども、もともとは北本宿、宿場町だったんじゃないか、そういうお話も出ておりまして、せっかくならその名残というか、そんな歴史ある北本を今日はご紹介します。あ、そうね、ここにね、見てください、これ美容室レオって書いてあるんですよこれね、なんかね、高校生の頃からね、いじられてたんですよね、ここのレオじゃないか。で、これね、レオって僕 R なんですけども、これ L のあのレオね、よくいじられましたよ、高校生の頃。いや、懐かしいな、まだあるんだと思いまして、そんな懐かしい思い出の地の巡りとともにね、中山道の北本をご紹介できたらなと思います。さあ、この交差点なんですけれども、名前がですね、元宿。元宿って漢字の名前からって見えてないなここね、そう、この交差点はね、元宿っていうんですけれども、これが証拠なんですけれども、中山道の69次にはですね、北本宿なんていうのは存在しません。で、なんでこれは北本宿と呼ばれているのか、これ愛の宿なんじゃないのかと、愛の宿なのは確かです、確かなんですけれども、もともとね、北本はね、実は宿場町だったということなんですね。ここにいろいろとこの北本の歴史というものがね、この丁寧にね、書かれておりまして、に書いてあるんですよ。中山道と元宿、今日の北本、元となる町並みが作られたのは江戸時代の初期、元宿村が中山道の宿駅として整えられたが始まりです。現在の元宿付近はその頃、元鴻巣村でいいのかなと呼ばれていました。つまりここは鴻巣だったんですね、もともとね。鴻巣なんて随分先の方なんじゃないかっていう感じなんですけれども、もともとここは鴻巣だったんてということです。で、その宿駅も中山道が整備された頃には現在の鴻巣の地に移されました。だから今の、鴻巣宿となりまして、じゃあ間、この愛の宿、北本は、愛の宿となったんですね。街道沿いに旅館や店はないんですね。茶屋とかそういった休憩地、三軒茶屋とかね、そういったものが置いてあった、愛の宿にぴったりです。てか愛の宿って言ったら普通は休憩所なんですけども、宿場はなんてありません。人や馬はそこで喉の渇きや旅の疲れを癒し、次の宿場へと向かう、愛の宿ですね。そう、もともと江戸の初期はですね、ここはね、宿場町だったんですけれども、そのね、道がちゃんと整えられた頃にはですね、もう鴻巣の方に移されたんで、じゃあ桶川と、鴻巣ちょっと長いし、もともと宿場がありましたんで、じゃあここ愛の宿に、休憩地にしましょうという感じでね、一応そこそこ町としては整っていたらしいんですね。で、それの中心地がここの元宿となっているんですけれども、旧中山道、昭和35年頃、こういったね、なかなかですよね、こんな感じだったんですよ。これが今通ってきた道、この道が全部これなわけです。すぐ鴻巣の方まで向かって、昭和35年なんて言ったらもう高崎線も通ってますから、明治の初めの方からね、結構ね、初期の方に高崎線は走っていたので、高崎線の線路が見えますけれども、それに沿って中山道があるということです。北本でね、普通に過ごしてきて、こんなもんなんか知らなかったですからね、歴史とかであんまりこんなの詳しく習わないじゃないですか、全然興味がなかったんですけれども、こんなね、地元にこんなものがあったんだみたいなね、いう感じですけれども、現在地がここで、こっちがね、もう江戸の
見つけですね。そう、江戸より。だから入り口ってわけですよ、この辺が。で、こっちに入ってもうすぐこの辺にあのいろいろ建物があったよってことで、まあ、考察場なんかもあったらしいですね。考察場、まあ、そこ多分考察場の跡地はあるのかどうかわかんないですけどね。あとはまあ観音堂とか天神とか、まあ、そういったお寺とかはまだ残っています。なので、まあ、そこら辺を見つつ昔の北本の中山道をね歩いて残ってるものを見ていこうかなっていう感じでございます。北本塾の、始まり、ここからスタートいたします。すごい逆光というか太陽の光がちょうど向こうなんですごい眩しいかもしれないですけども、あのねなんかね周りに何もないところにポツンと置かれてるあれが観音堂らしいんですけれどもなんで何にもないんだろうなっていうぐらい、あれが観音堂です。地図にもありました。多分昔から普通にあるんですよ。あ、着きますね、多聞寺です。なんかこれねちょっと工事トラックがすごい置いてあって、多分工事してるんだと思うんだよねこれね。多聞寺、ここも歴史ある中山道中からあったと言われているお寺です。こんな感じになっちゃってるんですよ、行きで見た時ね。門が閉められてるんですけど、普段だったら入れるのかどうかは知れませんけど、ここは多聞寺と呼ばれている場所です。で、すぐもう隣、ここ天神、こちらが天神です。天神社でいいかな。ここもまた中山道北本宿元井、愛の宿北本の重要な場所だったんじゃないかなと思いますけれども、せっかくなんで入っていきましょうか。すごい、いや立派じゃないですか。あー、なるほどね、歴史があるなと感じますよ。あ、もう繋がってるんだねこれね。へえ。なんかでもなんか外で工事してたからあんまりこう深く、いや大丈夫なのかな、通行止めになっているわけでもなさそうですので、ちょっとだけお邪魔させていただきますけれども、あ、すごいわ。へえ。ここにも鐘がありますね、鐘。こっちの門は完全に閉められて、まあ、さっき見ましたけどね、まあ、でもこんなもんじゃないかな、パッと見ね。すごい立派ですよ。これが北本の中山道のすぐそばにあるお寺、多聞寺です。北本塾は1602年に鴻巣塾に宿域が移るまでは中山道筋の宿場であった。まあこれはさっき言った通りですね、江戸時代の元宿村でいいんですかね、明治22年に北本塾と改称、宿場の中心部にあたり当社は、その地に通して建てられてきた神社である。やはり相当歴史のあるお社ということです。北本より南に位置する浦和にも元宿がという地名があったことから区別するために北本宿宿村となったのが1871年の明治の頃、明治4年ですね。で、北本市になったのが1971年、つまり46年ですね。まあ北本っていうこの地名がついたのは相当新しいものです、明治の頃。いや、もともとはもう一体として鴻巣なわけなんですよ、北本っていうそのなんだ名前はそんなに歴史が古くないわけです。で、なんかちゃっかり来ましたけれども、ここがねずっと歩いてきた中山道ね。でもうすぐ目の前が北本駅です。かなり駅から旧街道が近いんですよね。こう本当に高崎線はぴったり沿っている感じです。北の元宿ってことですよ。そう、浦和が南にあってここはそれよりも北にあります。で、北の元宿だから北本で、まあ、そんなものです。
単純に北に位置するから北本っていう単純な名前になった、そういうわけでございます。北本駅からさらに北に歩いたこの交差点に何やら気になるものがあって思ったらトラックが邪魔しちゃったんですけども、こちらのお名前三軒茶屋商店と、もういかにもこう歴史のある名前と歴史のある建物っぽいような感じがありますけれども、中はですね、なんかこうなんだ工事用品みたいなそういったものが置かれておりまして、三軒茶屋、あ昔の茶屋の名前じゃないですかって感じですけど、もともとここにじゃあその茶屋があったんじゃないですか、休憩所、ここで休憩していきましょうねっていう場所がここにもともとあったんじゃないかなと思いますけどね。着きました。ここは中山道の道中にございます浅間神社でございます。ここもね絶対訪れるべき場所なんじゃないかなという場所でして、まあいろいろ僕も調べたんですけれども、なんかピークと東浅間神社という場所なんですけれども、調べてねどれだったっけな、なんかあるんですよ。まあ行けばなんか説明書きあるでしょ随分適当なことを言うなって感じですけれども、なんだか何のサイトだったか忘れちゃったんですよね。あすごい、あ眩しい、確かに山の絵が描かれてますよ。おーそういうことなんだな。当社は中山道に面し旧北本宿の北部にあり、江戸中期富士山信仰の広まりにより富士塚として築かれた山の上に神殿が建つということで、富士塚か、その富士塚がすごいっていうんだ、その上にここ、これが多分その富士塚でその上にここがあるみたいな、そういうことなんだと思うんですけども、いろいろ書いてありますけれども全部読んでるとキリがないので、まあ大まかにって感じなんですけども、まあちゃんとね読みたい方は来てくださいこの北本に、まあ、とにかくそういった富士山を崇めるみたいな、なんかそういったものなんじゃないかなと思いますけどね、まあ、そういったものでして、この山富士山の関係する、ものがあるということです。もうすごい大雑把になってしまいましたけれども、まあ、せっかくなので、あなんかすごい、なんか新なんか綺麗じゃないですか。お札も入れられる投入口がありますけれども、すごいね。で、これらがその富士塚なんでしょうね。その上に神殿がありますよと。いう場所なんだと思います。あとやっぱり足元気をつけてください。ここなんかね幅がねほら靴出るでしょ、狭いんですよね。ちょっと前に出すぎたら滑り落ちますからね、本当に気をつけた方がいい。ちょっと幅が狭めな階段なのでね。東の富士塚、地元で千元様と呼ばれているこの富士塚、高度約37メートル、南北約27メートル、高さ約6メートルの規模で、頂きには木造の社殿、さっきのですね建てられているということでして、これがその周りが全部富士塚なんですよ。さっき歩いたもの、そうって書いてありました。東の富士塚、毎年の6月30日7月1日にはこの1年の間に生まれた赤ちゃんの成長を祈願する、あ初山でいいんだ、初山行事が行われる、あ赤ちゃんの成長を祈願するのが初山行事なんですね。へえ、そうなんですね。今ねこの牛角があるんですけど、こっちから来て、浅間神社ねからこっちから来たんですけども、ここを曲がって踏切渡ったこの先、こんなところにあるの石塚が、中山道から外れてるじゃないですかってところなんですけども、踏切渡った先にあるらしいですよ。場所は鴻巣市、あもう鴻巣市に入っちゃうんだこれ。鉄道を敷く際にですね、その東、今の東のあの辺にあったんじゃない、その東神社のあの辺にあったんだと思う、もともとの塚が取り壊されて、現存されるのは西の塚、あ西側にある塚がその一里塚っていうことですね。なるほど、だから踏切を渡った場所にあると。
度は頼もしいですね。15両もつないであるよ。この看板からしても左なのかな。一里塚って丁寧にここに書いてありますよ。あ、これだこれだこれだ、見るからに一里塚だよこれ。一里塚って何ですかって感じなんですけども、土が盛ったものなんですね。土が盛ったものっていうのが、まあ、すごい適当なことを言ってるんですけれども、ちゃんと説明をしますが、一里塚というのはですね、まあ、ここにも書いてあると思うんですけど、徳川幕府は参勤交代を兵器として街道の整備、宿駅の整、電話の整を定めた一里塚は街道整備の一つで、主な街道に設けられた距離の目印。昔は4キロ、1里を4キロとし、その起点として、まあ、江戸の日本橋が起点になったんですけれども、4キロごとにその一里塚、土で盛ったものを目印にしてたというものでして、まあ、その頂上に松などが植えられているのが特徴的です。中山道の一里塚は慶長17年に築かれたと書いてあります。で、ここのこの一里塚は当時の中山道を挟み両側に築かれた一帯のうち西側のものでして、旧中山道の道筋が分かる貴重な資料である。なお東側のその塚は、さっきも言ったように明治16年の高崎線の、線路が引かれたことによって取り壊された、まあ、さっき説明した通りなんですけれども、そういったものでして、まあ、東側と西側、まあ、一つずつ塚っていうのがあるんですね。で、そのうちの西側のものだけが残ったということです。で、明治維新以降、交通手段の変化と発展に伴い、一里塚のほとんどが取り壊されて現存する例は少ない。その中でも貴重な一里塚がここ、鴻巣に残っているということです。まあ、そういったね、こう一里塚というのは貴重なものなんですけれども、残ってないんですよ、塚がね。うん、もしくは残ってたとしてもこう再なんだ復元みたいな形だったりとか、そういうのが多かったりします。で、まあやっぱりね、そのここにも書いてある通り、交通手段の変化と発達に伴いって書いてありますけども、やっぱり高崎線とかが、鉄道が敷かれたことによってですね、やはり街道で歩いてね旅をするなんていうこともなく、またそういったね一里約4キロとかね、ごとに別に塚を設けて、そんな目印なんかね、マップとか地図とか今の時代なんか見ればすぐ分かるんだから、そんなものをわざわざね、塚なんか気づかなくてもいいわけですから、まあ、そういったものなんかいらないだろうっつって取り壊すことが多いんですね。邪魔だしね、まあ、その中で残ってるのが、まあ、ここにある鴻巣のやつでして、まあレアだということです。中山道からちょっと離れてるような気がしますけどね、どうなんでしょうか。まあとにかくちゃんとありました、一里塚。よくこう中山道なんかはありがちなんですけれども、この鉄道によって中山道が分断されて行き来できなくなってしまった中山道とかもよくあるそうなんですよ。これにてね、とりあえず北本中山道の、お話は以上にさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。